WWS チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、セブンオーダーです。はい、今終えましたけど、どうでしたか。ちょうどステージから降りてきましたね。シンプルに楽しかったです、ね、楽しかったですね。超楽しかったね。他のステージも横から見させていただいたんですけど、皆さんのエネルギーがすごくて、なんか、こんな高校生活を送れたら幸せだよね。じゃあ、確かに思いました。自分たちで作って、自分たちに表現するっていうのは、すごいいいなって思います。なんかもう、ああいうさ、なんかすごいみんながやりたいことやって、なんか幸せな空間、なんかあれがやっぱりなんかエンターテインメントだなってすごく思って。確かに感じた。なんかすごい、なんかワインとか、まずは得意げなかワイン転がしてない。ワイン転がしてない。でも本当になんかそう、僕らが やってることを本当みんなやってて、そうだ、すごいなって思いました。確かに、ダンスめちゃくちゃうまかったんですよ。めっちゃ TikTok のさ、曲とかもこういう機会なんかあったら驚くことないもんね。そうだね、めっちゃ調べたよ。本当だよ。ハッシュタグにルイ入れてるルナ出てきて、なんじゃないの。最初ヤリダフィー見てて、あ、ヤリダフィーって流行ってんだってなって、次来るのはルナルナダンス、次来るのはもう次来てんの、もう次来てんだ。ヤリダフィーも全然わかんない。我々行くとも新参者ですからね。でも最近そう、アカウントを開設させていただいて、なんかいろいろやってますけど、やっぱ流行りが早いからね。早いね。すごい。でもあのいいなと思いました。カルチャーがどんどん生まれていくの、楽しかった、楽しいステージ、ありがとうございます。グループとして挑戦したいこと、これでも結構ずっと言ってるっすけど、富士山、あれだよな、マウント富士に登る、富士山登るっていうのは、マウント富士。確かに、でもそういうのも僕らからしたら青春の一つでもあるんですよね。そう、一回高尾山は登ったことあるよね。少数だけどね。少数だけど、比べ物になんないよ、頂上まで行っちゃうってこと。そう、でもさ、何日かかかるでしょ、だってあれ。そうなの？わかんない。ちょっとあの、調べてから行けばわかんない。そんだけ溜めてるし。いやでも、あのよくあるじゃん、その八合目で泊まって、なんかその日の出みんなで見るみたいな合同のやつ。あ、いいね。なんか寝袋みんな持ってさ、たらなんかまた違う世界が見えてくるんじゃないかなって、エンターテインメント世界の。ワイン殺してる。ワイン殺してる。そう思うね。まあでもなんかいろんなことに挑戦していきたいんで、ライブもあのこの間実はセモナとしてライブは初めて日本武道館の夏やらせていただいたので、ツアーもやりたいですし、ね、いろんな方に会って僕らも今日刺激受けたんで、いろいろこうライブをいっぱいしていきたいなと思いました。いや本当に今回もまあもちろん18歳以下の方もいらっしゃいましたし、それ以上の方もいらっしゃったんで、けどね、やっぱ僕らがパフォーマンスしてる時はなんか本当年齢とか関係なく、なんかそういう壁がなくなんかパフォーマンスできたと思うんで、なんかそういう場所をね、これからも増やして皆さんの前でパフォーマンスしたいなと思うんで、配信でもね、これあの見てくださっていらっしゃいますので、一緒にこれからも楽しんでいきましょう。はい、